どんな文化でもというか、まあ文化ばかりでなく、どんなことでもと言った方がいいぐらい、我々のこの社会というのはですね、いい面もあれば悪い面もあるわけで、人でもいい面もあれば悪い面もあるわけで、私なんか特にそういうふうに思っているわけですね。まあ、自分自身もいい面もあれば悪い面もあるし、私の生活とか周辺環境もいい面もあれば悪い面もあるということなので、日本文化についてもですね、私は全体としては日本文化というのは非常にいいと思ってるんですね。それはまあ外国に随分行ったり、まあ、歴史を学んだり社会を学んだりするのにですね、例えば、日本社会は少なくとも泥棒するのは悪いことだぐらいはですね合意されてますからね。だからその点では本当にいいことで、なんですが、ちょっと日本人のやっぱり悪いところ、日本の社会の悪いところって言ったら、やっぱり群れをあまりにも意識しすぎる、まあ、群れっていうのはこの前から私が書いている寿命なんかを決定する非常に重要な因子で、群れを大切にするってことはいいことなんですが、と言ってもですね、あまりにも群れを大事にしすぎるというのもですね、やはり欠点の一つであろうかと思うんですね。あまり個人というのを主張するのもですね、まあリベラルの人なんかインテリの人なんかに多いんですが、まあ、これはヨーロッパのですね、近代ヨーロッパの一つの欠陥みたいなもんで、まあ、これもやはり文化の一つの欠陥だと思うんですけれども、ここに書いたのはグループ化なんですね。少し日本人のグループ化の欠点というようなもんなんですが、ちょっと最初に具体的な例をご説明しますと、私が原子力をやってる時ですね、もちろん職務としてやってるわけですから、まあ、一生懸命やってたんですが、非常に深い悩みがあったんですよ。まあ原子力を始めたのは石油がなくなるからというのに騙されてたんですけど、それはまあ騙されてたんだからしょうがないんですけど、原子力をやるべきだと思って始めたところが、始めてみると途中で石油が十分にあるっていうことが分かり、それから原子力に危険性があるっていうことが分かり、どうしたもんだろうかと、まあそうですね、38歳ぐらいから表面上は全くそれが見えなかったと思いますけど、私自身はすごく悩んでて、しかしもう私の考え方はですね、悩んでるっつって中途半端な行動を取るのが一番いけないと、もしもダメだと思ったらやめさせてもらうということしかないと、まあ、いうふうな立場なんですね。明日辞めるという前の日でも大切だと、自分の職務は大切だと言い通すというのが私の考えなもんですから、まあ、そういう考えでやってきましたけども、内心はすごく迷ってたんですよ。それで、まあ、私は社会とかそれから環境とか安全とかいうものをその時に随分身につけたんですね。一つは原子力の推進の人はしょっちゅう会ってましたからね、原子力、まあ、委員の人とか発電所長とかですね。だけども反対派の人ってのはほとんど会わないんですよ。それで私、反対派のですね、研究会なんかに出たらですね、なんて言うんですよかね、誰が来たんだっていう顔で見られて、手を挙げても指してくれない、質問もできない、お前は出ていけという感じなんですね。でその会の状態はもちろん推進派の会も同じなんですけど、会の状態はですね、みんなで同じこと言ってわっはっはと笑ったり、推進派をバカにして笑ったりですね、それで楽しんでるんですよ。だから議論しようとか、僕のようにですね、僕は偉いとは言わないですよ、僕のように原子力をやってて本当にこう悩んでる人とはちょっと違和感がある、んですね。結局だから私は原子力やってる間、原子力の反対の派の人と心を割って話したことはなかったんです。じゃあ原子力反対派の人がね、本当に真から全く疑問なくやってたかって言ったら、やっぱり僕は疑問があったと思うんですよね。それから今度は私はどちらかというとですね、昔からちょっと右翼的であり、平等主義、私はまあ平等主義、民主主義、進歩ですから右翼的でないところがあってですね、まあよく私は武田先生はリベラルじゃないかなんて言われることもあるし、まあ、リベラルって言ったら私大嫌いなんですが、まあそういう面もあるんですね。ところがまあ割合と今はどっちかって言ったら右翼サイドにいるわけですが、
今はだから友人とか議論する人とか放送とか、まあ、トラノオンニュースなんかそうなんですが、まあ、右寄りの人が多いんですね。それで、ところがですね、そのトラノオンニュースのニュース女子なんかでも盛んに言ってるように、この左の人とかリベラルの人をですね、番組に呼ぼうと思っても来ないんですね。で、一度名古屋でですね、まあ、そういう会ではあるんですが、社会党の幹部の方が来られて、昔の社会党の幹部の方が来られて、まあ、非常に長い実績もある方で、しかしその呼ぶ人はですね、少し自信がなくて、武田先生ちょっと出てくださいよと、そうしないと太刀打ちできないかもしれないからって言われて出ました。そしてずっと話を聞いて、私が常々疑問に思っていたそういう左翼の人のいろんな考え方の、まあ、僕に言わせれば問題点をですね、聞いたんですね。そうすると一般論は答えてくれるんですが、具体的な問題ですねについてはですね、なんて答えられたかったら、次に来た時に答えますというふうに答えられるんですね。まあ失礼でしたから、次に答えないと今答えたらいいじゃないかと本当は言いたかったんですけど、まあそこまでは言いませんでした。つまりですね、この2つの話をしたんですが、日本社会ではですね、グループに入ってないと相手にされないんですよね。まあ原子力もそうですが、私福島原発事故を見て、あ、やっぱりダメだったんだと。それはその単に事故が起こったという事実も大切なんですが、その時の事故の原因についてですね、私は今まで原子力の安全性について考えてきたことが浅はかだったってことに気がつきました。まあ、そういうこともいろいろ具体的なこともいっぱいあってですね、まあ当面原子力発電はやるべきではないというのに変わりましたね。そしたらですね、今まで長く付き合ってた原子力の方全部連絡できなくなりました。それから、まあ、原子力学会はじめ原子力関係の組織にも随分関係があったんですが、全く関係なくなっちゃったんですね。ということはどういうことかっていうと、日本社会っていうのはですね、自分を殺して何かのグループに入らんといかんってことなんですよ。会社でもそうかもしれませんし、それから政党もそうでしょうしね、それからそういった学会もそうですし、親分子分なんですよ、簡単に言えば。なんとか一家なんですよね。だから原子力一家もしくは反原発一家なんかに入らないと、右翼一家、左翼一家に、リベラル一家に入らないといけない。そうしないと自分の生きているポジションを取ることができないっていうことですよね。これはやっぱりね、僕は野蛮だと思うんですよ。人間っていうのはですね、私はまあ人間の進歩っていうのは自由の獲得だと思ってるわけですね。昔はそれは奴隷もあり殿様もいて自由もなかった。しかしそれが少しずつ個人が自由に判断して、人に迷惑をかけると別ですよ。だけど迷惑をかけない範囲ではですね、だから例えば私が原子力を進む技術の専門家でありながら、原発はやらない方がいいという人も受け入れる、そういう自由を受け入れる、それから左と右の人も自由に話をする、そしていい日本を作るということだけが、まあ、いわば共通の目標だ、まあ、むしろいい日本を作るという目標はなくてもいい、なくてもいいけど意見の違う人と意見を交わすと、まあ、いうことができる社会の方が私は進歩した社会だと思うんですよ。禁止とかですね、グループ化とかですね、それからなんか仲間外れとかですね、村八部とか、そういうのは全て野蛮だと思うんですね。その僕が発展した人間というのはですね、一人一人が自分の考えがあり、それにとらわれず友達となりグループとなり、共通にまあ群れというんじゃ、その反原発の群れとか原発推進の群れとか左の群れとか右の群れじゃなくて、日本という群れ、日本を守るという群れ、それは非常に重要だと。それが生活の基盤、人生の基盤だと、こんなふうに思うんですね。その意味では日本文化の中で群れ、小さい群れを極端に強調するということはですね、まあ、今後少しずつ緩めていって、そして、まあ人生大したことないじゃないかと、みんなで胸襟を開き楽しく議論をし、楽しく酒でも飲もうじゃないかと、まあ、いうような社会になってほしいなと思っています。